大梅駅、大梅。このレトロな時計、このホームの番号もレトロだよね。レトロ。もう駅がすでにレトロだね。こんな感じでポッポ屋、レトロだね。大梅駅にやってきました。これから駅周辺をちょっと散策していきたいと思います。大梅駅ですね。大梅駅の駅のロータリーはこんな感じですね。で、駅のすぐ横に町の駅大梅っていうのがあるんですね。これもレトロですね。こういう放浪の看板見るとレトロに感じますよね。お土産とか売ってるのかな。あ、そうですね。道の駅大梅で、今大梅駅のここにいて、まあ、このここら辺にね、にゃにゃ曲がりっていうところがあるらしいんですよ。その通り行ってからレトロ商品博物館行ってみたいと思います。七兵衛通り、多分こっちの方だと思うんだよな。にゃにゃ曲がり、あ、ここのこういう路地を入っていくのね。ほら、にゃにゃ曲がりって書いてあるでしょ。うわ、すんごいレトロ。ここはね、もうね、一人すれ違える分ぐらいしかない、道幅が。あ、これすごいレトロだね。外資引き工事、電気が外資引き工事になってる。
路地だこれ。直島行った時のあれに似てるね。香川の方にね、直島っていう島があるんだけど、それの路地みたい、そっくり。ニャニャマンカリ、ニャニャっていうのが猫ってことだね。こっちがなんか続くのかな。あ、まだ続く。立派なマンションみたいだけど、またその裏路地がまだ続くんだね。うわ、昔ながらの家がずっと残ってるんだ、こんな感じで。ほら、屋根もすすでね。これでニャニャ曲がり終わりか。こんな感じで終わりと、ニャニャ曲がり。